俺こんなかっこよかったっけ、一泊三日。あ、どういうことですか。どこで。早く会いに行きたいですし。こんにちは。ようこそ、お越しくださいました。よろしくお願いします。平野紫耀です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お願いします。いや、なんか風が吹いてきましたよ。ふわっと。 その勢い良かったですかいやなんかすごくこの空気感がふわっと変わる感覚がありました。と <laughs> んでもないです全然本当にありがとうございますでも本当にあにこうやって集まってくださってすごく嬉しく思います最初こう自分たちの会社でこうそのラフっていうんですかまだあのこうして完成に完全に出来上がる前のやつを見させていただいたんですけど自分であんまりこう 思わないんですよ出来上がってきたものに対してあ俺ってやっぱかっこいいなとかそういうことは全く思わないんですけど普段初めてなんか俺こんなかっこよかったっけって思うぐらいすごいかっこいい仕上がりですごい僕もなんかすごく嬉しいです何か新しいこう自分がこう見せられてるような気がしてすごく嬉しい気持ちです。ななかなか CM で そこまでででののアップで出るっていうのってて <laughs> うですねだから結構僕あんまり緊張しないんですけどやっぱカメラが近づけば近づくほど緊張感はやっぱ出ましたね大丈夫かなっていう <laughs> こんなに平野に寄っちゃって大丈夫かなっていう心配はありましたけど本当に皆さんのおかげでかっこいい仕上がりになってて嬉しいなと思います。平野翔の望んでいることということで。 リプトでくるよお願いいたします,いいす、ね、2024望んでいることはいこれです何でしょう新しい植物を買うですねほう新しい植物はいなんか最近すごい植物にハマり出しましてなんかこう元々欲しい飼ってみたいなと思う植物があったんですけどそれをメンバーの神宮寺にプレゼントをしてもらってそのクリスマスプレゼントで交換会をしたんですけどそこで 神宮寺がそれをプレゼントしてくれてなんかすごく今ハマってますねなんか毎朝ちゃんとご挨拶させていただきますしあの植物さんの方にもなんかすごい僕のお家に今3つあるのかな3つ大事にしてる植物があってなんかそれをこうどん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 増やしていってなんかゆくゆくはジャングルみたいにしたいなって思ってます第2位はこれですね ナンバーアイの3人で旅行でございますやっぱりこう休みを取ってもやっぱ3日とかなんですよでも3日で行けるとこってやっぱかなり限られちゃうんでほんとに1泊2日あ一1泊3日あ3あれ 2>, 2, 2泊3日とか,か飛行機で結構取られちゃうじゃないですか柔軟時間とかだから近場しか行けないんですよ割とこうアジア圏とか。うんうん だからもうちょい休みを取ってちゃんとこう海外の方も行きたいよねっていう話はしますね。じゃあなんかこう事務所でこう相談していただいてこうマネージャーさんからじゃあたっぷりあるよってお休みいただけたら、はい。三人で行くとなるとどこに行きたいあります？はい、え、なんどういうことですか？どこでもいいですよ。海外のあのー。 例えばハワイでであったりああ場所ですかどんなところでもいいですよあなるほど山であったり奇跡であったりお俺はもう今植物にもう乗っ取られてるんで <laughs> ジャングルに行きたいです回しておきながら、はい、岸君のすごい多分とんでもない行動を映しながら旅したいなと思います1位の発表です、はい、お願いしますお願いしますこちらこそこちらでございます コンサーートツアーですねおーこれはファンの皆さんも待ち望んでるんじゃないかなと思いますが本当に2024に望んでいることの1位はもうすぐ出てきましたねもうコンサートツアーかなーって思いましたねやっぱりこう僕がやりたいっていうのもそうなんですけどやっぱりこうナンバーアイとしてもやりたいですしやっぱりこう待たせてしまっているファンの皆さんもたくさんいらっしゃると思うのでそういう方々にも。 こう早く会いに行きたいですしなんか直接、こう、<laughs> コミュニケーションを取りたいなと思いますしなんかそこでこう進化した僕の髪の毛のツヤ感にも生で見ていただけたらなっていうのいろいろありますね。本当に。